練習場は研究室です。今日は軸の話なんだけど、右足の軸で右手で打ってしまってる人って結構いるじゃないですか。で、自分は左軸になりたいんだよって、どうすればいいのか、左足を鍛えればいいのか、鍛え方もいろいろあれど、今日は右足の軸、使えてる右足をうまく利用して左足をこうなんていうかな、こう仕事ができる足にこう呼び起こすというかね、自分の体なのになんか他人の体を使っているような感じになるんだけども、ちょっと面白い実験をしてみましょう。そんなことで今日は自分の右足で自分の左足を鍛えるってことです。行ってみましょう。スイングしてこのなんか右に体重が残っちゃう人いるよね。だからこう軸が大事だってこと分かってて、こう両足で立ってトップまでかっこよくいっても、右足が軸になってしまって右手でボールってこうなると、まあスライスになったり高くなったり、まあ距離があんまり出ない弱々しい球になってしまうことが多いんだけど、やっぱり左足にしっかり軸って持たせたいよね。でもね、例えばこういう考え方はどうですかね。左に軸軸って言ったってなかなかできないわけだから、もうやっぱり右足になって右手でこうここを軸にしてやりたい人っていうのは、だったらこのできる右足の軸のこの右足をですね、教育係としてですね、こう使えない左足にをトレーニングしてやろうじゃないかと、こうどん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 すり寄っていって近づいていって一緒になってあげたら、そうすると左足が右足の動きを肌でこう感じてですね、なるほど、右足ってのはこういうことでこういうふうに軸として働いてんだっていうのをこいつが分かると、自分の体なら何言っちゃってんのと思うかもしれないけど、それぐらいこう体って、特に右と左っていうのはなんか2つの自分がいるっていうふうに考えていいと思うんですよね。だからせっかく右の軸で、例えば右の軸で打ってる人、右の軸だったらもうすっごいうまく打てるよと、どんな状況だって何だって打てるぜ、うまいうまい、まあね、バンカーだって何だって右の軸だけで打てるんだけど、やっぱりさっき言ったように距離はあんまり出ない、そしてスライスだとか大事な時に、特に右手が疲れてくると使い物にならなくなっちゃうっていう、長持ちしないわけね。それを左の足の軸を使ってドーンと打てるように、左を鍛えるために軸としてもしっかり働ける、右足をグッと近づけていって、お前は俺が教育するよと、教育係としてこのぐらい近づけて、これだけ近づけてしまったら、本来のその右足のその軸としての活躍していたこういう状況っていうのをこうステージ上から下ろされて、なんだろうな、こう左足と一緒になってやれよって言われた時に、やっぱり勝手が違うからどうしたらいいか分かんなくなって、どうしたらいいか分かんなくなっている間に、左がなるほどこういうふうに仕事をするんだなと言って、左がしっかりと仕事を覚えてくると。どうすかこの発想、ちょっと面白い発想だよね。例えばこういうふうに打ち終わった時に、なんかもう右足外しちゃうとかね、こういう状態で、まあ、だんだん本当は教育してるわけですよね。左足軸として頑張れ、仕事してくれ、頑張れ。そうするとこのできてた仕事がこっちに乗り移った時に、左足は明確に軸の仕事を分かる、なるほど軸とはこういうふうにその存在をして、仕事とは何をするべきかっていうのがはっきりと分かると。まあ本当に何だろう、こういうふうなスイングで
どうやれば左に乗ればいいのかなって悩んでる人がいたとしたら、ぜひですね、こいつは大したもんなんだ、こいつを教育してくれっていうことでこうやって近づけていって、そして左足がちゃんと軸として一人前一丁前になったら、お前も大したもんだぞと、もう独り立ちできるよと、そしてこう離れていく、離れていくときには頭の中にもちゃんと左足が軸として働くという、そういうもうシステムができてるから、そこに頼ってスイングをしてみようと。どうですかこういう発想ね、まあ、実験してみてください。練習場は研究室ですから。今日は右足上司、左足新入生、新入社員、こんな感じでですね、教育係として右足になるんだよっていう、こうそんなストーリー。それでは。